どうも、こんにちは、小吉です。下手くそ FPS ゲーマー、小吉の、はい、やってまいりました、今日も。はい。なんか、このコントローラーのマークがある人は全員コントローラーでやってるらしいですね。はい。チームデスマッチやっていきたいと思いますが、はい。チームデスマッチという名のソロプレイでございます、小吉は。はい。で、今、最近、小吉の中のテーマはですね、マップを覚えたりするのもいいんですけれども、はい。まあ、効率が悪いと、それは。効率が悪いってなん。はい。なかなかね、そういう知識がね、そういう一晩二晩でね、そう身につくもんじゃございません。やっぱこれ長年やっていかないとよくわからないことっていうこともありますよね。なので、とりあえずそういうの置いといて、小吉は、とりあえずどういう作戦に出たかといったら、一つのところに行くっていうですね、そういう戦い方でございます。はい。で、そうした一つのとこで戦うことによって敵がどっちかから来るってね、わかりやすいんですよ。まあ、殺される殺されは関係ない。はい。で、今日はこのコンテナで行きたいと思います。このコンテナで、はい。クレイモを投げて、行ってみたいと思います。クレイモじゃない。お、おらんか。出てこい、男なら。おっと、窓にめちゃめちゃおった。そういうやつはスモークだ。スモークを焚いて、うわ、目三人もおるな。まあね、関係ないですね。そういうのはね、はい、下から行く。ね、こういう作戦がね、立てれるんですよね。この一箇所でやれば。おっと。まず、顔見せろ。おったな、おったな、おったな。下から作戦行きますか、下から作戦。はい、ダメだったね。角に寄りましたね。どこの角？こっちの角。はい。っていうことはですよ。あっちの角に寄るということはですよ。ここ気をつけた方がいいですね。あ、ここ気をつけた方がいいですね。まだおるかもしれないです。いないですか？はい。はい。こらやろ！あ、おらんかった。はぁ、死んだっすね。はい、でもここで戦いまーす。この辺で戦いまーす。はい。なぜかと言ったら、敵がどこにおるか分からへんなるか。で、ございます。あー、死んだ。ちょっと下の方撃ったな、今ね。はい。なので、1個決めて、どこでもいいと思います、場所は。ただ1箇所決める。あー、たっ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 た。ゲイ！レイモア！おるかな？おらんかな？オッケー。とにかくここで、この一箇所で戦い続ける。小吉流。こっち。へい！お前のような奴には、スモークだ！あ、スモークじゃなかった。お、今回。なかなかいい爆弾。はい。なかなかいい爆弾。はい。あらららららら。なかなかいい爆弾だったんですけどね。敵が廃品置き場にいる。なんだろうと、なんであろうと、仲間をな。なんであろうと、俺はここで戦うというですね、そういった戦い方。はい、やっていきたいと思います。はい。はい。じゃあ。敵のクラスタースライクだ。こっちから来ますか？おい、道端に。道端にいいもん落ちてるよ。おい、プレゼントだ。ダメです。おい。おい。オッケー。こうやってね。こうやって、自分の箇所を決めて戦っていくっていうですね。おい。おっと、危ない。オッケーもらったー、つってこうやって帰ってくるんですね。はい、敵ですか？俺です。はい、こっちからね。こっちから来るじゃないですか、やっぱり。おっと、そっち。で、今、あそこにおるっていうのが分かってるんですよね。なんで、戦いやすいですよね。
やっぱ同じとこで戦うって、あそこにおったんですけど、もういないかもしれないけど、おーおったおったな、おったけど、これは俺のクソエイムなんでしょうがない。何かいた。上空に敵のパーソナルレーダー、誰かが監視されてるぞ。こっちに、あれ後ろまだいました、ね、後ろで来たね、後ろ食い下がるんだ、後ろで。結局ね、こういうとこから入っていくとしてもですね、こういうとこから入っていくにしても主導権を取ったぞ、出るんですよ、ほらバーツ。ほんでようわからんので投げてみて、バグアですね。はい、おーっと目がくらんだんで、オッケー、目がくらんだんで、あー打ち負け。でも行くっていうんですね、おりますね、圧倒的不利、圧倒的不利、爆発自爆だな、俺は名誉悪い戦士を選ぶぞあ、名誉悪い戦士を選ぶぞ、クソの野郎。 OK、 あー弾がない弾がない、おお、ここ面白いですね。名誉ある選手プレイ。おお、おったおった。おったなぁ。敵のクラスタースライクだ。身を隠せ。まあ、関係なくですね。味方バンバンやってるんですけど、関係なくですね。こっちから行く。こっちから行く。はい。上空に敵のパーソナルレーダー。誰かが監視されてるぞ。よし。ね、あー、まあ下手だな、2人はやれてたな、上手い人だったら3人ぐらいやってたか今。あー、後ろ取れてもね、所詮そんなんじゃボケだぜ。はい、いい、あー、くそ、置き土産したんですよね。はい、さあこっちからでもどうかな。うわー、クラッシュ、見えない、見えない、見えない、あ、クレームか。よし、ここはいい位置、ここはいい位置、ここはいけるじゃないですか。まあ投げるけどね、とりあえず。はい、どうですか、はい、安全確認。おっ、爆弾が来たね、危ない。ああ、いっぱいいた、ああ、そのコンテナいっぱいいるね。生まれる位置が悪い、生まれる位置が悪い、生まれる位置が悪い、あのう、あぶねえ、あいつが下手だった、あいつが下手だった。よし、オッケー、この辺を占拠して戦ったら、まあ敵がどっから来るか大体分かって、味方が積み取る、こっちか、こっちだな、ジャンピングフラッシュ、ジャンピングフラッシュ、俺下手だな、もう今の殺しとるだろうな、普通の人だったら。もうね、動きはなんとなく分かるんですけどね、この野郎、ジャンピングフラッシュ、時間でですね、やっております。何もいいことはないんですけども、まあ、だって戦えるというですね、相手がどこにいるかっていうのをある程度考えながらできるっていうですね、なので一箇所集中、攻撃をやっております今。ありがとうございました。